皆さんは障子を張り替えるタイミングご存知ですか？障子は破れや汚れがなくても5年ぐらいで張り替えるのがいいそうですよ。今回はそんな障子の張り替え方をプロの方に教えていただきますので、ぜひ最後までご覧ください。新しい障子に張り替えて気分もすっきりしてみませんか？千葉県にあるカインズ幕張店、およそ10万点もの品揃えを誇る大型店です。ここでまずは障子を張り替えるための必要な道具を揃えていきます。今回障子の張り替えについて教えてくれるのは、株式会社朝日ペン、重野さん。障子の張り替えってやったことないんですけど、私にもできますか？はい、思っているよりも非常に簡単で、いくつかの道具を揃えると誰でも簡単にできます。道具はどういったものが必要ですか？そうですね、障子を何で張るかによって多少変わってきます。張り替え方法は3種類、糊で貼るタイプ、テープで貼るタイプ、アイロンで貼るタイプ。今回はオーソドックスな糊貼りをメインに教えてもらいます。障子柄もいろいろ選べて、カインズだけのディズニーデザインも取り揃えてありますので、気になる方は概要欄よりチェックしてみてくださいね。では必要な道具について教えてください。はい、こういったカッターガイド、それからカッター、こういったセットも販売しております。それと糊を拭き取るためのタオルと、あと今貼られている障子紙がバリバリだった場合、こちらの剥がし剤があれば便利です。え、たったこれだけですか？あとはタイプ別で、糊やテープやアイロンを選んでいただいて、先ほどご紹介した貼り替える新しい障子紙を選んでいただければ大丈夫です。こちらが貼り替えタイプ別で必要になってくる道具になります。ポイントとしては、今貼られている障子がどのタイプか、これから貼る予定の障子紙がどのタイプかを確認しておくことが大事ですね。それでは貼り替え方を教えてもらいましょう。ではまず何から始めたらいいですか？そうですね、まずは今貼ってある障子紙を剥がすところから始めます。こちらの剥がし剤を使っていただくと簡単に剥がせますので、これをたっぷりと塗っていきます。3に沿ってたっぷり目に染み込ませていきます。これを全体的に塗ったらですね、まあ、4、5分置いていただいて、後で紙を順番にめくっていきます。だいたい5分ぐらい置いたら、端から順番に紙をめくっていきます。おー、結構簡単に剥がれるんですね。そうですね。古い障子紙がテープ張りだった場合はドライヤーを当てながら剥がしていき、古い障子紙がアイロン張りだった場合はアイロンで温めながら剥がしていきます。障子紙を剥がしたら、あとは刃に残っている古い紙や糊をきれいに拭き取っていきます。これが残っていると糊の接着不良の原因になりますので、しっかりと拭き取っていただくようにお願いします。はい。紙がきれいに剥がれない場合はサンドペーパーで取り除くといいそうですよ。きれいに拭き取れました。そうですね、拭き取りが終わりましたら、完全に乾かしてから新しい障子紙の位置を決めていきます。はい。まず上座の方に紙を置いていただいて、この時に、テープを留めていただくと、あとは転がしていただいて、歪みがないかを確認していただきます。歪みがなかったら最終的に全部留めていただいて、はい、はい、準備をしていきます。はい。位置が決まりましたら、次に3に糊を塗っていきます。テープ貼りも同じ要領で貼っていってください。では糊を塗っていきます。刷毛の先にちょっと糊をつけていっていただいて、軽く3に糊を置くようなイメージで。結構繊細ですね。そうですね、糊をつけすぎちゃうと紙に糊がはみ出てしまいます。糊を塗り終わりましたら、あとは障子紙を貼っていきます。たるみが出ないようにゆっくりと転がしながら貼っていきます。はい。テープ貼りの場合は一つずつテープを剥がしていき、一段ずつ貼っていきましょう。アイロン貼りの場合は中心から外に向かっていくように貼っていきます。障子紙を、貼り終わりましたら、次に余分な紙をカットしていきます。まずは、粗切りで紙を切ります。
ちょっと巻き戻りを防ぐためにカット定規の中を重りで置いていくと便利かと思います、はい、次に障子紙を3にちょっと軽く押し合ってなじませていきます。では次に周囲の余分な紙を切っていきます、はい、カッターガイドを当ててカッターで切っていきます。こちらも、カッターを動かしてカッターを抜かずにカッターガイドをずらします。テープ貼りもここは同じですね。アイロン貼りの場合は同じように切り目を入れて剥がすときにアイロンを当てながら行ってください。定規をちょっと軽く当ててめくってあげた方が中に紙がめくり込まず、はい、済みますので、はい、これで完成になります。あっという間ですね。そうですね、30分もかかってないです、はい、そうですね、すごい、はい、こんなに綺麗にできた、はい、続いて大石レポーターが挑戦、はい、よいしょ、はい、ゆっくりたっぷりとゆっくりたっぷり、はい、うわいっぱい出しすぎたから、はい、たっぷりで大丈夫です。はい、お、あ、剥がれる剥がれる、はい、めっちゃいい感じ。そうですね、3に残ってる糊、や紙をきれいに拭き取っていきます、はい、貼ってこっちも貼りました、はい、こんな感じですかね。そうですね、刷毛で糊を置くような感じで、はい、転がしていきます。そうですね、一番大切なところですね、はい、じゃーん、はい、OK です。はい、手の甲で、はい、手の甲でやることによって余分な力をかけないんですよね。そうですね、で、はい、軽く押さえていきます。じゃじゃーん、できました。初挑戦の大石レポーターでもわずか30分で貼り終えました。できました。綺麗に貼れましたね。いや、はい、嬉しい。今日は障子の貼り替えをご紹介しました。私一人でも簡単にできたので、障子の貼り替えをお考えの方はぜひカインズをご活用ください。カインズではリフォームも行っております。やっぱりプロに頼みたいなと思った方はまずは概要欄よりホームページをご覧ください。障子の貼り替えからフルリフォームまで全てカインズにお任せください。お電話、店舗でもお待ちしております。カインズが近くにないよという方はオンラインショップもありますので、合わせてご利用ください。少しでもお役に立てましたら、チャンネル登録、高評価、コメントなどお待ちしております。